どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回の曲はダイナミック琉球、こちらの曲いってみようと思います。これはですね、相当こうパワフル&エネルギッシュな曲で、長年かかってこうなんかすごいぞっていうことで盛り上がってる曲ということで、今や沖縄の子供たちもこれを歌って踊るという噂を聞きつけましてですね、まあやってみようと思います。これは素晴らしいですよ。ええなし、沖縄のビーチで歌いたいやつです。はい、いつものように2バージョンやってみようと思います。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたシンプル簡単バージョン、後半はあの独特のなんかこうスケール感が大きいリズム、どっしりしたあの重厚感あるリズムの再現をしてかっこいいバージョンやりたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあやりたい、歌いたい曲、もうどうしても私はこの曲が好きだという曲あるじゃないですか。あれをですね、カラオケで歌ったり CD 聴くのもいいんですけど、やっぱ伴奏と一緒にやる弾き語り、これがもうめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひ皆さんにやってもらいたい。でもな、私楽器無理などとか、もう音楽苦手なんですという方が多いんですけれども、大丈夫です。ウクレレだったらすぐできます。そしてね、やっぱりその上手いとか下手じゃなくて、歌いたい、もうこの声を出したい、これがね、こっちを優先させてあげてくださいね。はい、今ご覧になってる YouTube、 ガズレレ YouTube 見てるだけですぐに音楽できるようになりますから、よかったです。はい、ウクレレ弦4本で、コードも押さえるの簡単で、まあ、それ簡単なんですけれども、ものすごく奥も深いんですよ。だから始めたら分かりますけど、わあこれは楽しいって、どんどんこうのめり込めるか面白い楽器ですんで、気楽に始めてください。YouTube ですからね、無料です。はい、スマホでもいつでも見れるし、ちょっとした隙間時間にこれちっちゃいからね、パッとこうソファーから撮ってすぐ音楽ができる、やりましょう。はい、でここのもうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、初心者リストはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番の通りに動画を見ながらウクレレ触っていくだけです。そしたらもうすぐに、あれ私できちゃったってなると思いますよ。リンク貼ります。初心者リストはここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたありとあらゆる音楽ジャンル、あ、そうだ、沖縄っていうカテゴリーもあるぐらいですからね。そういう感じで、もうありとあらゆる最新 J-POP から洋楽から夏メロから昭和歌謡曲、演歌からアニメソングから映画、もうほんとすごい、何でもかんでも私はウクレレで簡単にレッスン動画に皆さんできるようにやってますから。はい、さっきのリンク先の下の方に行くと、ジャンルから選べたり検索できたりしているようになってます。お気に入りの曲どんどんやりましょう。それでは早速始めましょう。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3。海よ祈りの海よ、波の声響く空よ、大地踏み鳴らし叩く島の手む響き、いやさあさあ海よ祈りの海よ、波の声響く空よ、大地踏み鳴らし叩く島の
の英語の響き、島の英語の響き、島の英語の響き。せーの、ダイナミック琉球やってみました。ガズレレ流ショートカットバージョンで簡単バージョンをお届けしました。いかがだったでしょうか。すごいエネルギッシュです。はい。で、今のはショートカットバージョンですね。フルでやりたい方、2番とかこう書き足していってください。コード進行してですからね。で、あとテロップと一緒に動画でできるようになった方は、自分でそれこそノートに書いて自分だけでできるようにやってみましょう。その時に参考になるように私のこのノートを見せようと思います。最初のこの、ね、アカペラっぽいとか歌だけのね、あそこはロマンティックですよね。ここやって、そしてここ感想、シンプル簡単バージョンはパンパンボディヒットでやって、ここから本編が始まるという感じですね。で、ガズレレの楽譜の特徴ですけど、下にぐるっと囲ってるやつは後半かっこいいバージョンでやるコードで、今は上の段やりました。ちょっとメモってやってください。一時停止で。はい。テロップと見合わせながらね、やってください。で、この辺が A メロと B メロかな。ここに矢印が書いてある、ここ。こういうの後で解説しますからね。はい、ここも、かっこいいバージョンでここ、ダッダダって決めるということですね。ここもコードがちょっと変わってきます。ここもね。はい。で、ここがまた2番のサビに行って、で、その後、サビ1に戻って、最後、島の低音の響きを繰り返して終わったというのがガズレレバージョンでございます。じゃあ、出てくるコードを解説しましょう。まずこれね。Am、C、F、Dマイナー。A、これ A がちょっと見慣れないかな。はい、G7、E7、Em7 でございます。で、ひとまずこの A 後で解説しますが、これ、それ以外のやつはもう超激烈入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードっていうのはですね、コードって覚えないといけないんですけど、本来細かいことを言うとですね、もう星の数ほど、数えきれないほど世の中にコードってあるんですよ。だけど、なかなか全部覚えようとかそういうふうに思わない方がいいで、もうしんどいじゃないですか。じゃあまずはですね、きっかけとして、このウクレレで皆さんせっかく音楽を始めようと思ったというあなた。このウクレレさんとものすごい相性がいいコードがあるんですよ。はい。便利な仲間のコードです。それが8個ぐらいあります。それをガズレレ必須コードと私は命名しておりまして、その8個のコードをめちゃくちゃ頭にスッと入りやすく、覚えやすいように、解説している動画を撮ってます。私が。ここにリンク貼っておきます。ここでコードを勉強してください。じゃあ今日はちょっと補足的に A というコードをね、A、いきますよ。A っていうのはね、押さえる場所、簡単です。ここと、ここ、2個、これを押さえる。これが A ですよ。はい。結構シンプルでしょ？これ覚えておいてください。で、では、こっから、かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンでは、ここのね、B メロの、A メロの一番最後のところで、A がここ、さっきは A が2ブロック並んでたんですけど、ここで A サスポーっていうコードを1ブロックも入れます。これも大した難しいのこれですけど、A サスポー。A サスポーいきますよ。A、さっきやった A ってこことここだったでしょ？ A サスポーってこことここです。こことここ。どうなるかっていうと、今 A サスポーから A に移って、こういうふうに、なんか不思議な感じでこう音が下がっていくのをやりたいと思います。ここが、A メロの一番最後のところで出てきます。はい。そしてですね、全体的なリズムなんですけど、8ビートの、大きな茶。大きなって意味わかんないでしょ。こんな感じなんですよ。ダンダダンダ、茶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 。ちょっと8ビートなんだけど、普段と感じがします。違います。A マイナー押さえてやると、ジャンジャ、ジャンジャ、チャチャ、ジャンジャ、ジャンジャ、チャチャ。これですね。これで歌いながらやってみましょう。だからこう、チャの位置が、倍でしょ？普段、ダン、チャチャンジャ、チャチャなんだけど、ジャンジャ、ジャンジャ、チャク、ジャンジャ、ジャンジャ、チャ。ここに書きました。8ビートの大きなチャって書いてある。この下見て、丸は大きく弾く。ちっちゃい丸は小さく弾く。タトとタトとチャと。これ星はチャです。これメモるといいと思います。タトとタトとチャと。タトとタトとチャと。このリズムを基本でいきたいと思います。で、B メロでですね、このマーク出てきますからね、このマーク、矢印マーク。これはシンコペーションマーク、リズムが前にスコーンと入ってくるやつです。ここちょっとやってみましょうか。Em7 と F の間に入ってます。こうです。見果てぬ夢は奏でてる思い、じゃんじゃ
ャスカパンジャンジャリズムがジャンスカジャカパンってこう入ってくるやつ。 Em7 かバーンって奏でてる想い、はい、このシンコペーションマークちょっと前にスコンと入ってくるやつね。ジャンジャジャスカパンジャンジャジャカやってみましょう。こんなリズムをこういろいろ取り混ぜて、おなんか全体なこのダイナミック領域ですから、このダイナミズム、ダイナミックなこのね演奏のこううねりも表現していきたいと思います。まず歌もねもう魂込めて歌おうと思います。はい、じゃあダイナミック琉球ガズレレかっちょいいバージョンやってみる。1,2,3 海よ祈りの海よ波よ声響く空よ大地踏み鳴らし叩く島のテーブル響き、いやさあ海よ祈りの海よ波の声ガズレレ流かっこいいバージョン、熱量高めでやってみました。いいですね、こう魂をこうドンと押し込みたくなるエネルギッシュな一曲でございました。これを沖縄の青い海と青い空のところでブワーッと歌いたいですね。沖縄に行った際は皆さん大きい声で歌いましょう。はい、音楽やると本当楽しいですよね。ありがとうございます。ウクレレで楽しいなって思った方、どんどん周りの方に、この楽しさをお伝えください。はい、ガズレレ YouTube ご活用くださいね。チャンネル登録なんかもお願いいたします。さてガズレレですが、日本全国つつうらうらいろんなイベントやったり本を出していたり、このクラウドファンディングでこのウクレレをね皆さんの手にお届けしようといろんな活動をしております。ちょっとこの後、ご案内の動画を引っ付けておきますので、お時間ある方はご覧になってください。今日は見てくれてありがとうございました。音楽どんどんやろう。じゃあご案内動画どうぞ。大ニュース、チャンネル登録6万名様突破しました。6万名様の方のチャンネル登録いただきまして大感謝です。もっとどんどん進みましょう。ありがとうございます。はい、いろんなイベントドンザーッとこう並んでますけど、山梨行って、仙台行って、山形行って、もうまだ続いていきます。フォローお願いいたします。これ全部ねイオンホール、あの島原楽器さんのこうあのイベントにしていただいて、でっかく盛り上げていこうと思ってますので、皆さんお一人様でも大歓迎ですんで、どしどし来てください。そしてこの
このウクレレのクラウドファンディング今やってるんですけども、初日でありがたいことで目標金額は達成したんですけど、まだ継続中です。そして皆さん気づきましたかね、今日これおろしたてなんですよ。見て、ピックアップ付きのウクレレでやりました。このピックアップ付きのソプラノウクレレのこのレビューっていうかも、あのいずれ近々紹介したいと思いますけど、これでもうナイスなサウンドです。やっぱりもう木材天然物の一枚板を使った職人さん手作りなんですごくいいです。クラウドファンディングの状況も、情報も、ホームページ、あ、そうだ、ホームページのリンク貼ってなかった、ガズレレ .com、 はい、ここにホームページのリンク貼っておきますよ。ホームページ見たら大体のこと書いてますんでお願いいたします。あと本をいろいろ出してるんですけど、一番新しい最新刊はこちらです。ドン、リットミュージック社から出ている100曲入りのガズのソングブック、これめちゃくちゃ今バカ売れ中でございます。ありがとうございます。すげえ簡単ですんで、本当にお気軽に100曲スラスラできます。よろしくお願いいたします。はい、どんどん音楽楽しみましょう。音楽聴くよりやる方が最高。これに共感してくださる方今増えてます。皆さんもそのうちの一人だと思うんですけど、この調子でどんどん行きましょう。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。